セルジオ・ペリッシエールはイタリア出身の元サッカー選手。ポジションは FW。1996年にトリノでトップチームデビュー。2000年にキエーボへ移籍すると2000から01シーズンにチームはセリー A 初昇格を果たしたがペリッシエール自身に出場機会は訪れなかった。その後、レンタル先のスポールで結果を残すと2002から03。 シーズンには、セリエ A デビューを飾り、チームの主力となった。2005から06シーズンは、アマウリとコンビを組み、計24ゴール、ペリッシエール自身も、自己最多、チーム最多の13ゴールを挙げクラブの7位に、貢献した。2006から07シーズンには、UEFA チャンピオンズリーグ、予選3回戦のレフスキソフィア戦に出場し、CL デビューを果たしたが、 得点を上げることはできず、チームは予選で敗退。リーグ戦でも18位と低迷しクラブは降格したが、残留を選択した。2007から08シーズンにはキャプテンに任命され、セリエ B で5位タイの22ゴールを挙げ、気栄防のセリエ B 優勝、1シーズンでのセリエ A 昇格の立役者となる。2008から09シーズンは、自己最多タイとなる13ゴールを記録。 4月5日のユベントス FC 戦でハットトリックを達成するなどセリエー残留に貢献した。シーズン終了後にナポリなどから獲得に関心を持たれるが最終的に残留した。2019年5月2018から19シーズンを最後に現役を引退すると発表した。また、キエーボはペリシエールがつけていた背番号31を 永久欠番とすることを発表している2008から09、シーズンの活躍が評価され2009年5月28日に当時30歳でイタリア代表に初招集。同年6月6日に行われた北アイルランドとの親善試合でデビューを飾るとチームの3点目のゴールとなるボレーシュートを決めた。ありがとうございます。